最後の試練、最後の質問。息子を救うために命を捧げることができますか？瓶には致死量の毒が入っています。60分後にあなたは命を落とします。薬を飲めば住所の最後の文字が手に入ります。息子を助けて別れの挨拶をするには十分な時間が与えられるでしょう。毒を飲むか飲まずに帰るか選ぶのはあなたです。見つけるからな、ショーン。なんとかして助けに行くからな。手紙のクソ忌々しい住所、クソ。何か方法があるはずだ。捜索が続けられています。当局は依然折り紙殺人鬼の疑いでイーサン・マーズの行方を追っています。ショーン・マーズ君、手紙に当てはまる住所は複数ある。クソ、町のあちこちに散らばってる。全て確認する時間はないぞ。一箇所に行く時間しかないが、ショーンがそこにいなければおしまいだ。博打だな。